でもこの動きはなるべく他の人には知られない方がいいですよね。ええ、どこに生徒会の支持者がいるかわからないもの。わかりました。これは私たち3人だけの秘密ということで。くしゃくしゃ。あ、やば、誰、あ、誰っていうか、ここ私の部室で、机の下でガンプラ作ってお昼寝してたんですけど、むしろあなたたち誰です？私は桜井まりか、1年です。あの、今の話本当ですか？生徒会に対抗するとか。ええ、もう逃げない、逃げたくない。今の生徒会は間違ってるもの。私も結衣先輩と同じ気持ちだから、もしあなたが生徒会側の人間でこのことを密告するというのなら。私も今の生徒会嫌です。え、私この学園に来れば好きなガンプラが好きなだけ作れるってそう思ってました。でも実際は全然違ってて、もう限界なんです。マリカちゃん、あの、でも私のことなんかより、皆さん新しいチームを作る、そういうことですか？うん、そうよね。それなら、その私にもお手伝いさせてください。と言っても私バトルの方は全然ダメで、でもモデラーとしてガンプラの制作や調整には結構自信あります。それはもちろん大歓迎だけど、いいの？生徒会に歯向かうってことは。はい、覚悟はできてます。そうだ、皆さんのガンプラを見せてもらえませんか？いろいろアドバイスできることあると思います。皆さんのガンプラとても素晴らしいです。愛がこもっていて良いパーツ構成だと思います。これなら少しの調整でぐっと良くなりそうです。ただチームで動くことも考えると、インナーフレームは見直した方がいいかもしれません。インナーフレームか。ずっと一人だったから気にしてなかったけど、
確かに 3on3 をやるならしっかり調整しないとだね。私もいつも同じものを使っているので見直したいです。あなたはどうなの？どのフレームが気になります？基本中の基本であるバランスフレームが万能ではありますが、やはりその名の通り突出したものがなく決定的な突破力には欠けてしまいます。チームとしてはストライカーかガンナーを一人置いて攻撃の主軸を作りたいところですが、得体の知れない相手と戦うならエンチャントやサーチで対策した方がいいですし、それとマリカちゃん、ストップストップ、専門的な話はもうちょっと後でもいいかな。すみません、つい私話し出すと止まらなくて、どうしましょう。何から説明したらいいですか？そうね、フレームのタイプについてそれぞれ説明が欲しいわ。私も基本的な知識は持っているけど、あなたの方が相当詳しそうだし勉強で、では僭越ながら説明させていただきます。まずはじめにパーツとインナーフレームの関係について話したいと思います。パーツに何らかの力が備わっているのは皆さん知っていると思いますが、インナーフレームはその力を底上げするものなんですね。例えば今この機体はバランスフレームですが、近接攻撃に特化したフレームタイプであるストライカーフレームに変えると大きくパラメータが変わってきます。全く同じパーツ構成でも性能がガラッと変わり、よりプレイヤーの個性を出すことができる。それがインナーフレームです。またインナーフレームはアビリティを付加することでさらにその性能を尖らせることもできるようにもなっています。自分の好みやチームでの役割に合わせてプレイスタイルを自由に変えられるってことね。その通りです。あと8個ある EX スキルのうち6個はそれぞれの V パーツが対応しているのですが、残りの2個はインナーフレーム固有のフレーム EX スキルと呼ばれるもので、覚醒中しか使えない代わりに非常に強力な技になります。フレームタイプによって効果もかなり違いますし、一度使用するだけで戦況が大きく動くこともあるので、この技を基準にフレームを決定する人もいますね。また EX スキルはパーツがなくなると使えなくなりますが、フレーム EX スキルはそういった心配がないところもポイントですね。 EX スキルやフレーム EX スキルについては何度もバトルして覚えていくのが一番ね。ですね。どちらもいつでも好きに使えるものではありませんが、繰り返し使ってみて自分のプレイスタイルに合うものを探していくのがいいと思います。長くなりましたが以上です。他にわからないことがあればティップスを確認してみてくださいね。マリカちゃんすごいね。まだ1年生なのにこんなにガンプラの知識と技術を持ってるなんて。ええ、驚きました。私もガンプラ作りには自信がありましたが、まだまだだったようです。ありがとうございます。なんというか、今の状況で言うことではないのですが、もっと強くなれると思うとワクワクしますね。それなら今調整したガンプラでバトルしてみませんか？え？でも生徒会の許可なしに勝手にバトルシステムを使うわけには。大丈夫です。この部室型は古いですがバトルシステムがあって、通信ができないオフラインならバトルできます。本当？すごい。オフラインでもいいわ、ぜひやらせて。わかりました、すぐ準備します。バトルルームにあるのとほとんど変わらないのね。インターフェースはほぼ同じです。
オフラインなので機能制限があるのと動作が少し重いですが。バトルシステム08起動。ユーザー名を登録してください。ん？いつもはこんな表示は。なら初期設定のままでいいんじゃない？ユイ先輩って意外と雑な性格してますよね。え？そう？はい、すぐ頭に血が昇るというか直情的ですし、でもそんなとこも魅力的というか。反省します。入力終わりました。デフォルトのまま登録名はサイドゼロになります。サイドゼロか。うん、それならもういっそ私たちのチーム名もサイドゼロでどう？そういうところが雑と言いたいところですが、特に異論はありません。あなたは？なら私たちのチーム名はサイドゼロで。存在しないはずのサイドゼロが生徒会の野望を打ち砕き革命を起こす。熱い展開、燃えます。それじゃ早速バトルしましょう。はい、先輩たちが3人でチーム、私はサポートに回ります。敵は CPU になりますが結構強いですよ。ポイント獲得です。さあ次のクエスト
に壊されたいのは誰かしら。レッドも負けていられません。やったクエストクリア。いい調子だね。キーパーツ回収クエスト開始。どちらが先にキーパーツを回収できるのでしょうか。高得点を狙うチャンスね。急ぎましょう。今チームブルーの手にキーパーツが渡りました。さあ回収は間に合うのか。しまった、キーパーツが。やられたら危ないよ。どうする。やりましたね、チームレッド。これは大きなポイントです。クエスト失敗ですって。次に行くわよ。任せて任せて。